平野紫耀の対処がもたらす芸能界の地殻変動とは私はあなたの興味を引く物語をお届けする準備ができています。これは一つの瞬間から始まり、私たちが共に旅をすることで、驚きと洞察に満ちた童貞をたどります。彼らは何者かを知るための追求の旅に出た人々であり、彼らの物語は単なるエンターテイメント以上のものを約束します。彼らの名前は、ナンバー、アイ、であり、 彼らの旅路は信じがたいほどの人気と才能に満ちています。嵐の大野さんもジュリー、死との確執が原因で芸能活動が嫌になったと聞きますし、スマップ、嵐、金プリと泥箱を主中にしながら、すべてぶっ壊した事務所って、どんだけアホというか無能なのか。彼の対処には、裏には複雑な事情があったようです。私は驚きました。彼が不可欠な存在であることは明白であり、 なぜ彼を手放すことができたのか理解できませんでした。しかし、その決断が彼の将来にどのような影響を与えるのか、私は興味津々でした。そして、彼の持つ真摯さや熱意、そして周りへの思いやりについて知ることができました。彼はファンとのつながりを大切にし、その人柄によって多くの支持を集めているようでした。また、彼の才能や魅力についても、多くの人々が絶賛しています。 私は彼のこれからの活動に注目しています。彼の持つパフォーマンス力や人間性が彼をより大きな成功へと導くことを信じています。彼のファンである人々も彼を支え続けることでしょう。結局のところ彼の対処は彼の人生の新たなショーを開くことになるでしょう。私たちは彼のこれからの活動に期待しています。彼の才能と熱意が彼をさらなる高みへと導くことでしょう。 彼らの物語は常に不可能と思われる課題に挑戦することから始まります。彼らのステージ上のパフォーマンスはその心を捉えファンを深く魅了します。しかしその魅力の裏には達成されない夢と障害があります。コンサートのチケットを手に入れることの難しさは彼らの人気と限られた座席の間のバトルを象徴しています。それでも彼らのファンはいつも信じて待ち続けます。この物語の次の章は 才能の輝きと挫折の闇の間に位置しています。名高い彼らのメンバーの一人、平野仕様の脱退劇がスポットライトを浴びています。これは彼らのキャリアにおける最大の試練の一つであり、彼らの忠実なファンは衝撃を受けました。しかし、この出来事は単なる個人の選択だけでなく、エンターテイメント産業の裏側にある圧力と権力の戦いをも象徴しています。彼らの元所属事務所の戦略的な誤算や、 芸能界での意思決定の複雑さによって、彼らの未来が揺らぎました。それでも、彼らの信念は揺るぎません。彼らは自分たちの道を歩み続け、その道は、才能、誠実さ、そしてファンへの愛に満ちています。彼らの物語は、私たちに、成功と挫折、愛と喪失、信念と不確実性の間のバランスの重要性を思い出させます。彼らは決して完璧ではありませんが、 その人間にこそが彼らを特別な存在にしています。彼らの輝きと魅力は常に私たちの心に届き、彼らの音楽とパフォーマンスは私たちの日常生活に彩りを与えます。彼らの物語は多くの人々にインスピレーションを与え、夢を追い求める勇気を与えています。彼らはただのアイドルではなく自分たちの夢を追い求める人々の姿です。彼らの旅はまだ終わっていません。 私たちは彼らと共に歩み続け、彼らの成長と成功を見守ります。あなたの心にも、彼らの物語はどのような影響を与えるでしょうか彼らの音楽や物語は、あなたの人生にどのような変化をもたらすでしょうか彼らの才能と信念は、あなたの中に新たな可能性を芽生えさせるかもしれません。それでは、彼らの旅に参加し、新しい夢と冒険を見つけましょう。